どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日もアーカイブアップロードをお届けしようと思います。アーカイブアップロードというのは何ぞやということなんですけど、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げてたレッスン動画を今このタイミングでもう一回皆さんじゃかじゃかやらないかいというシェアなんでございます。今回の曲はね、以前ね一回取り上げて太田博美さんが歌われている木綿のハンカチーフという曲、どうも最近エレファントカシマシの宮本浩次さんがカバーして結構話題になってるということで、これねいい曲なんですよね。もうキュンとくる昭和の曲、この曲やってみましょう。木綿のハンカチーフ、ウクレレにはぴったりですから、いいな、私にもウクレレできるかな、やってみたいなと思った方できます。このね、今からここにリンクあるんですけど、ここに行って動画の通りにやってたらあっという間ですね。そんな方ぜひともここから始めてみてくださいね。はい、そういうわけですね、2018年の2年前のねガズレレレッスン動画、今もだいぶねガズさん雰囲気違うかなと思うんですけど、はい、この曲楽しく思いっきり全開でやってみましょう。それではレッスン動画どうぞ。皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回の曲はですね、昭和の名曲でございます。木綿のハンカチーフ、太田博美さんのあの名曲をこのウクレレでガズレレ流超シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。じゃあいつものようにね、2バージョンやります。最初は初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、ゆっくりやった4つ弾きバージョン、シンプル簡単バージョン。こちらやってから後半解説しまして、ちょっと長めにしてかっこいい8ビートノリノリで、かっこいいバージョンやってみようと思います。最後までご覧になってください。レッスン動画上がってますからね、ぜひご覧になってください。それでは早速、木綿のハンカチーフ、まずは超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3. 恋人よ、僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で、シンプル簡単バージョンやってみました。ちょっと忙しいかもしれませんが、初心者の方も頑張ればできると思います。今のやったのを見ていただきましょう。まあ、今のもちろん1番だけで終わっちゃったパターンなんですけど、全部やりたい方コード進行一緒ですから、歌詞だけを書き足していけば最後までできますよ。はい、じゃあこれ見てメモってください。まずこれ自分で書き足していただくと結構頭にあります。小節数がちょっと面白い感じになってますんで、ちょっとそこを踏まえながら、はい、まず上の4行ね、はい、で3つ目で終わってたりとかします。今やったらね、ここまでで終わったバージョンですね。はい、1番だけやって終わりました。ここで終わりました。で一応これからやるかっこいいバージョンでは、この後にまた最後の、ところの部分を立ちて、オリジナルガズレレオリジナルバージョンで演奏してみようと思いますので、コード進行してですけどね、ここあなたにところは ここのコード進行と一緒ですんで、まあまあ動画内で見ていただければ分かると思うんですけれども、これでやってみようと思います。それでですね、この私のこの手書きの楽譜を見るときのポイントなんですけど、ここの下に囲ってるのがこれからのかっこいいバージョンで、今のバージョンは上の段のコードをやりましたからね、はい、ここに下に囲ってあるやつはかっこいいバージョンのコードになります。ちょっと変わってきます。
で、だからここも違うコードが入ってくるということになりますね。あとこの矢印がちょっと出てきます。この矢印っていうのは結構、まあ、ここにもありましたね、ここね。後で解説します。まあじゃあ、今やったシンプルバージョンのコードの解説です。はい、C、C7、Am、F、D、G7、Em7。1,2,3,4,5,6,7 個のコードでやってみました。これはですね、はい、ここに今出てます。ガズレレ必須コード。必須って書いてあるでしょ？必ず覚えた方がいいですよというコードの中のグループの一グループなんです。以前そのコードを分かりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ぜひここでコードの勉強してください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくことにします。かっこいいバージョンは出てくるコードがまた3つ足されます。C のサスポーです。C のサスポーっていうのは簡単。C を押さえといて、ここです。これが C のサスポー。C のサスポーは C と C サスポー行ったり来たりします。サスポー、C。はい。これ後でちょっと解説します。決めで一回出てくるだけなんでね。はい、じゃあその次は G マイナーってコード。この G マイナー、これたまーに出てくるけどね、ちょっとこれ癖がある。押さえましょう。ここと、ここと、ここです。こういう感じで押さえ。あるいは小指でもいいかな。これ G マイナーです。たまーに出てくる。決めの説明からいこうかな。ここです。C、この矢印はシンコペーションっていう意味なんですよね。C から C サスポーに行って C って感じになってますね。ここ。ちょっとやってみましょうか。でん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 。こういうことです。ダンアップで C サスポー、C に戻る。C、C、C サスポー、C、C、C。で、ここに2個丸がついてあるでしょ？これがね、面白いところで。決めです。ちょっと気にするだけだよね。Eeaをちょっとこう、掴みたいというかこう、なんか、なんていうかこう、存在感ある、止めてやりたいってことですね。だからここの Eeaあなたのところと、あとここどこだっけな。あなただ。ここだ。あなたのところで、じゃんじゃんって2回丸を書いて、これやってみましょう。あとですね、さっきも言ったんですけど、この矢印がここにも書いてあります。ここに書いてある。これは全部シンコペーションアップで変わるよってことで、まず最初に出てくるのはね、染まらないで帰ってってことですね。最後、染まらないで帰って。わかった？染まる F でアップ、アップ、アップ。はい。ここのシンコペーションとか、この矢印マークをつけておくんで、ちょっとやってみてください。さっきのところも矢印マークつけておきます。アップでコードが変わる。シンコペーションですね。この辺かな？曲調として、あとは8ビートですね。普通のシンプルな8ビート。8ビートっていうのはこういうリズム。はい。このやり方、ここにリンク貼っておきましょう。8ビートか、8ビートのチャーがいいと思いますね。今のこのリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1ページで、そこから8ビートマスター完全ガイドみたいな動画を見たら、今度は8ビートのチャーのやり方、動画探してみてください。練習してみてください。これできるとかなり楽しいですからね、8ビート。はい。そんなことを踏まえまして、じゃあ、かっこいいバージョン？やってみる。ちょっとね、長さも、盛り上がるところ付け足しました、ね、ラストのところ、はい、じゃあかっこいいバージョンやってみる。ワンツーワンツーツー。恋人よ僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物探す探すつもりだ。バージョンやってみました。昭和の名曲みんなで歌ってみましょう。はい、木綿のハンカチーフやってみました。いかがだったでしょうか。爽やかというか昭和の香りがね、また心地がいいんですよ、このね、リラックスした感じで。はい、皆さん大いに音楽歌って
ってまいりましょう。さあ皆さん、この楽しさ周りの方にもぜひともお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレですけど、今ね予約注文、受け付けております。皆さん興味ある方、ガズレレ公式ホームページの方からちょっと行ってみてください。そして現在すでにオーダーしてくださって入荷お待ちしてくださっている方、皆さんお待たせしております。今ベトナムで毎日毎日モジャ君はじめベトナムスタッフ一丸となって愛を込めて作っておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半にゴズレさんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないというのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。